こんにちは、粟田洋介です。最近ある出来事によって、すべての人が心に芸術性というものを持ってるんだなということに気づかされました。その芸術性とは人の感情です。そのすべての人が持つ感情を何か形に表現することができたら、一人一人素晴らしい芸術作品ができるんじゃないかなと思いました。今日はね、そんな話をしたいと思います。お話と並行して、今日はこの黒い T シャツに絵を描いていこうと思います。私たちが持っている感情っていうのは、すごく芸術的なものだと私は思っています。多分全ての人が感情を何らかの形で表現しているんじゃないかと思います。例えば嬉しかったら笑顔だったり、感謝や愛情の気持ちを言葉とか行動に表したりとか、そういういい表現もあるんですが、マイナスの感情ですね、そういったことを暴言や暴力で表現をする人、嫌味を言ったり人をバカにしたり、マウントを取ったり上から目線だったり、そういった形で負の感情を表現する方たちもいらっしゃいます。まあ、ポジティブな感情もネガティブな感情も、そういった形で爆発させて表現しているっていうわけです。しかし自分を見失っていたり、無気力だったり、その爆発するものが見えない人たちもいるかもしれません。でもそれもまた芸術的だと私は思います。見失ってる自分を表現することもできるかもしれません。今私は揺れ動く感情とかもないんですけど、この T シャツに絵を描いている間、何かしらの感情っていうのが動くと思うので、どんな風に感じてるかっていうのもちょっと考えながら描いていきたいと思います。面白い絵を描こうと思ってるんですけど、どんな絵になるかはちょっと今考えていません。さあしゃではちょっと絵を描いていこうと思います。表現するっていうのは大事なことだと思います。でも自分の感情を表現するって言っても、許されるシチュエーションと許されないシチュエーションがあると思います。許されないシチュエーションっていうのは、さっき言った暴言を吐いたり暴力を振るったり、そういう人を傷つけたり苦しめたりする行為ですね。そんなものは芸術じゃないと私は言いたいです。でもね、許されるシチュエーションっていうのもあります。それがアートです。絵を描くっていうのも一つの方法です。嬉しいハッピーな感情を紙とかキャンバスに塗りまくる、描きまくる、そういうのもいいし、怒りの感情、悲しみの感情、負の感情を同じようにキャンバスに撒き散らす、紙に描きまくる、そうすることによって自分の負の感情を芸術的に表現することができると思います。しかし無気力な場合、何をする気もない、そんな場合でも筆を取って何か書いてみる。ペンでもいいし、鉛筆でもいいし、クレヨンでもいいし、何でもいいんです。とにかく何でもいいので書いてみるといいと思います。その書くものっていうのは、書きたいものがなかったら何かを書く必要もないんです。何かを書きたいっていうのは、意識して頭で考えていることです。さっき言ったように、私は誰もが持っている感情、それが芸術的だと思います。その感情を書くんです。書き殴るほどの激しい感情がなく、無気力な感情だったとしても、無気力という芸術を表現することができるはずです。見失ってる自分を表現することもできるかもしれません。まあ、そうしているうちに結構自分を取り戻したりする場合も多いと思うんですが、今の気持ちを絵にするなんて言うと、とても難しく聞こえるかもしれません。その感情の形なんか見えないかもしれない。色も見えないかもしれない。ですが、もう無意識に手を動かす。自分の感情に目を向け、出来上がったもの、それが芸術作品です。私自身全然感情的じゃないんですけど、ちょっとね、この狼男がお花に恋するシーンですねこれからもう少し何かが起きるんですが、それが何なんだか今の段階では分かりません。
ただ私も絵を描くときは全く意識をしないわけじゃなくて、意識して描いてる部分もあれば無意識に描いてる部分もあって、ただ無意識で描いてる部分が多すぎて何も考えずに絵を描いてるような気がするだけなのかもしれません。自分の感情を形にする表現力のある人は最初からそれを形にできるかもしれません。でも最初は美しい形にならなかったとしても何か形が出来上がっているはずです。画材で絵を描いて形ができないはずがないからです。でも自分の気持ちに正直になった作品はその時の感情が形に現れているはずです。何枚も描いているうちにどこをどう工夫して描けば自分の感情が表現できるのだろう。そういったことが少しずつ積み重なっていって作品っていうのはどんどん形になっていくものなんだと思います。19世紀の思想家ニーチェは、人間は夢の中の世界を作り出すことにかけては誰でも完全な芸術家である。この夢の世界の美しい画像はあらゆる造形芸術の前提であると言ったそうです。この言葉はすごい私は同感して、夢って誰でも見ることができるじゃないですか。そしてすごいクリエイティブですよね。夢を見てる時にこれが夢だって気づかない人がほとんどじゃないでしょうか。それほど夢っていうのはすごく精巧でものすごい独創的な世界だと思います。芸術家っていうのはそれを作品として形にする人たちなんだと私は思います。最近私は気づいたんですが、夢って寝ぼけてる時までは覚えてるんですけど、パッと目が覚めて何の夢を見たか思い出そうとすると全然覚えてなかったりすることも多いんですよね。ただすっごい怖かった夢とか、起きた時に夢でよかったとか、もしくはすごいいい夢で、ああこれが現実だったらよかったのになみたいな夢だと結構覚えてるんですけど、そうじゃない夢っていうのは結構一瞬にして忘れちゃうことが多いと思います。それで私は最近夢を意識するようになったんですが、私の場合一晩で見る夢って結構たくさんあって、少なくとも3つから5つぐらいの夢を見ます。でほとんどの夢を覚えていません。大人になってから夢を見ないっていう方も多いと思うんですけど、そういう方はもしかすると夢を見ているんだけど覚えてないだけなのかもしれません。ちょっとわかんないですけどね。まあレム睡眠とかノンレム睡眠とかで夢を見るとか見ないっていうのもあるんだろうと思いますが、結構この覚えてないっていうケースも多いんじゃないかと思います。何が言いたいかっていうと、夢っていうのは潜在意識で見るものなんだそうです。まあ意識しない部分ということですね。だからこそ夢っていうのはすごく完全なものであって、みんなが作れる芸術作品なんです。人が意識していることっていうのはもう氷山の一角みたいに本当ちょっとしかないらしくて、もう無意識とか潜在意識っていうのは意識の大半を占めてるんだそうです。だから夢には壮大な量の情報とかそういったものが詰まってるんだと思います。私は絵を描くときにほとんど何も考えないで描いてることが多いんですが、それでも頭は働いていて、それはきっと夢を見るのと同じような潜在意識が働いて絵を描いてるんじゃないかと勝手にそう思っています。まあそういった意味で作品を作ったりアートを表現するには無意識っていう部分がものすごく大事になるんじゃないかと思います。とりあえずこんな感じの絵が完成しました。これは T シャツの裏側です。結構意識的に考えてたことっていうのは、次はこういうモチーフにしようかなってことと、絵のバランスとか構成ですね、あと何色を使おうかなとか、そういうことです。何を無意識に描いたのかっていうのはわからないんですけど、それは多分無意識だからなんだかわからないんだと思います。結構スーって描いていった時は意識的に描いてたようで無意識的に描いたようで、ちょっとなんだかわかりませんでしたなんかこの絵のストーリーとか見る人に好きなように考えていただけたらと思うんですが、なんかこの狼男みたいなのがお花に恋をしてしまったとかわけのわからないシチュエーションを考えたんですが、その裏には月があって満月でもないのに狼男が出てきてるんですけど、その月の下には地球があってって感じなんですけど、なんかそういう自然とかそういったことも考えました。でもそれはなんか無意識にそういう風な感じに考えたのかなって思います。ちょっとここにこんな感じでハートを足しました。今度はちょっと T シャツの表側にこの裏とマッチするような絵を描いていこうと思います。猫の毛がいっぱいついてる。
私にとって絵を描くことは実験です。すべての作品作りが実験です。実験でできたものを販売しているのか、ご注文をいただいて描く作品も実験なのか、そんなのとんでもないって普通は思われるかもしれませんが、私の作品作りの実験に成功も失敗もありません。まあ成功すればいい作品ができたってなるし、失敗っていうのは失敗作じゃなくて、思わぬ展開に面白い作品ができたっていう成功作品です。そして全てが実験だからこそ、いつも新鮮で唯一無二の作品ができるというわけです。私が使っている画材は T ペンというもので、ホリゾン T ペンって検索すると出てきます。いつも私は何の画材を使っているか聞かれるので、今お伝えしているだけで、お金をもらっている案件とかではありません。自分で使っていいものだと思ったので皆様に紹介しているだけです。夢って次に何が来るかがわからない、だから現実味があるんですよね。でも夢で起きてることってめちゃめちゃで、目の前にいる人が急に違う人に変わったりとか、今いる場所が違う場所に変わったりとか、全然辻褄の合わないことが起きてるのに全然不自然に感じないんですよね。私が昔から描きたいなと思ってたのはそういう絵で、それが何なんだか説明できなかったんですけど、今思うとそれってわけのわからない夢の世界なんですね。こんな感じで、表もこれはさっきの狼ですね狼男じゃなくて狼と月ですね、お花を見ています。それで地球を描いたんですが、なんか面白みに欠けていたので地球儀にして、なんかこういう星とかを足してみました。今日は感情を表現するとかっていう話だったんですが、なんか別に絵を描くときに感情を表現するとかっていうことをしませんでした。してないんだけど、何かしらの私の感情は表現されてると思います。なぜなら絵を描いてる時とか何をしてる時もそうなんですけど、生きている以上その瞬間その瞬間に何かしらの感情がないわけがないんです。嬉しいとか悲しいとか苦しいとか怒ってるとか、そういった大きい感情じゃなくても何かしらの感情っていうのはあると思います。今日私が言いたかったことのまとめなんですが、絵を描くっていうことで乱れた気持ちが穏やかになることもあるし、絵を描くっていうことはすごく気持ちがいいことです。なので上手下手っていうことは関係なしに、幸せになるために絵を描くっていうことを全ての人にお勧めします。それから絵を描く上で自分の感情っていうのはすごく芸術的なことなので、絵を描く題材としても素晴らしいと思いますし、それを絵を描く題材とかテーマにしなかったとしても、感情とか個性っていうのは自分の表現に現れるものです。そしてそれはすごくアーティスティックだと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントでいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。